サファリラリー、サファリラリー、英語、サファリラリーとは、アフリカのケニアを中心に行われる、ラリーイベント。現在は、アフリカラリー選手権の一戦に含まれていた。1953年、東アフリカのイギリス植民地において、エリザベス2世の即位を記念して初開催された、歴史の長いラリーである、アマチュアイベントから国際的なラリーへと発展し、 ラリー・モンテカルロ、ラック・ラリーと共に、世界三大ラリーと称されていた。例年復活祭に合わせて3月から4月にかけての時期に開催され、現地では寒気と雨気の変わり目にあたる。ケニアの首都ナイロビを、スタート、ゴール地点として、ビクトリア湖周辺のケニア、ウガンダ、タンザニアの3カ国を5日間で5 0 0 0トルも、走破した頃もあった。灼熱の大地では、 様々なトラブルが降りかかり、カーブレーカーラリーとの異名を取るよい過酷なラリーであった。年によっては、乾燥率が15%を下回ることもあった。かつては、マシンの信頼性が絶対条件とされていたが、時代が進むにつれ日程も距離も短縮され、他の WRC イベントのように秒単位で競い合う、スプリントラリーへと変わっていった。 2002年は3日で 2431km。オーガナイザーの財政難に加えて、イベントの特殊性や、開催地の遠さが、コストダウンの名のもとに、各イベントの確立化を進める FIA の意図に、反することもあり、2002年を最後に、WRC イベントから外された。その後は、アフリカラリー選手権のカレンダーで開催されているが、2007年と2009年は、 インターコンチネンタルラリーチャレンジシリーズと閉催された。また、1年おきにイーストアフリカンサファリクラシックという1970年代とほぼ同じルートを使うクラシックラリーも開催されている。コースとなる道路を完全閉鎖、管理することが不可能であるため、通常のラリーのような移動区間、リエゾンや閉鎖区間、スペシャルステージが存在しない。全工程が タイムコントロール区間に区切られ、各 TC ごとに設定された目標時間に対して遅れた分のタイムが累積される。また TC の中でも SS に相当するコンペティティブセクションではタイムアタックを行い、これらの合計タイムで最終順位を決める。灼熱のサバンナを行く未舗装路は乾燥して、 砂ぼこりがひどく、硬く乾いた路面のせいで、サスペンションやタイヤにかかる負担は大きい。しかし、雨が降れば、たちまちでネーと化し、スタックする車両が続出する。70km 以上も直線が延々と続く、名物セクションがあり、WRC 各イベント中で最も最高速が必要とされるのはこのイベントであった。最高速は百八十六年の、 トヨタセレカ TCT のマークした時速 250km 以上とされる。サファリが WRC から外された2003年以降、時速 200km 以上で走り続ける必要がなくなったカクワークスはダウンホース増強などによるコーナリングスピード向上に走った。通称ホンダナビングの始まりである。サファリ仕様と言われる大幅な改造が許された。 野生動物との接触時にラジエーターを壊さないためのアニマルバー、雨季の開催では泥の皮とカスコースでエンジンに水を吸い込まないためのシュノーケル、吸排気口を屋根まで伸ばせるスペアタイヤを通常より多く積むことができるなど多岐にわたる。他のグラベルイベントでは有効であるパンクレスタイヤの一種ムースタイヤは高温になり内圧が上がりすぎるためサファリでは使用できなかった。 スペシャルステージがないため、ドライバーには、耐火スーツやグローブ、ヘルメットの装着義務がない。車内温度は時に、摂氏50度を超える。このイベントで、ドライバーたちは、T シャツ短パンにヘッドセットをしただけの姿で、競技していた。1970年代のサファリでは、車体の改造だけでなく、チームによっては、河川越えのリード用に滑車とロープを積み込んだり、 河川水量やマディ路面のグリップ加減によっては、現地人の協力で車のトランにそのまま乗って、浮力で浮かんでしまうリアのトラクションを稼ぐ等といった行為や、元からオーバーヒート気味になりやすいマシンでは、数日間炎天下を走り、ラジエーターが空になった時は、レインコートで水を汲んで補充することもチームによっては、珍しくはなく、当時はドライバーサイドも、現地対応で苦労させられていたようである。 サービスパーク制導入以前のほぼどこででもサービスができた時代、ワークスチームではイベントごとにサポートカーなど含めて数十台の車両を用意しなければならなかった。このイベントは開催地が遠いのみならず交通の便が悪いため輸送の負担を少しでも軽減するため競技車両と同じ車両でッ機ができた。 でではははに競技車車両両とと同一仕様の車両を使うことは現在では許されていないなコースの閉鎖がなされていないため、コースには対向車のみならず、歩行者も現れる。それらとの事故を避けるため、上空に軽飛行機やヘリコプターと飛ばし、競技者にコース状況を伝えることも認められている。また、地上付近を飛行して、 コース上にいいるる動物を排除するというう。仕事も受けようこのラリーには自社製品の耐久性の高さをアピールするため、日本の自動車メーカーの海外輸出が本格した1960年代以降に、日本メーカーはこぞって参戦した。日産やトヨタ、ダイハツが好成績を収め、WRC で活躍したスバルや三菱も参戦しており、ガカールラリーと並び、 WRC というシリーズ以上に日本での知名度は高く映画の題材などにもなった。日産と激しく派遣を争ったのはパリダカルラリー同様を三菱であった。前年にサザンクロスラリーで1から4位を独占する圧勝を示したランサー 1600GRS はサファリラリーにスポット参戦する形で1974年に WRC 初登場。 わずか 1600cc でありながら 2600cc のポルシェ911などを相手に見事なデビューウィンを飾った。このランサーは1977年までスポット参戦し、1976年に再びサファリを制した。その後三菱がサファリで勝利を得るのは1996年の富、牧年のランサーエボリューションによるもので、 実に20年ぶりとなるものだった。1998年に、リチャード・バーンズ、そして2001年の富間記念の勝利が、三菱の最後のサファリ勝利となった。WRC 誕生時から WRC に参戦し、数々のラリーで優勝をしてきたトヨタだが、サファリで優勝したのは1984年のビオルン、ワルデガルドのドライブする、セリカツインカムターボが初である。 この時、一発参加チームによる総合優勝にターボエンジン搭載マシンの優勝3、第1セクションをリードした車による優勝、ヨーロッパ人のサファリ複数制覇という4つの新記録を同時に樹立していい。以降トヨタは1986年までセリカでサファリを3連覇した。1990年、1992年から1995年も、 やはりセリカで、日産、ダットさんを含む以来の4連覇を達成した。なお1995年の優勝者は、日本人初かつ唯一のサファリ優勝となる、藤本義郎だが、この時は WRC ではなく、FIA2 リッターワールドカップとしての開催だった。スバル WRC の歴史は、サファリラリーへの挑戦が、皮切りとなっている。 1980年は 4WD1600cc のスイングバックを平林武史、カーン組が総合18位、グループ1優勝に導き、レオーネ 4WDRX のデビューとなった1983年には高岡幸男、砂原茂男組が当時の日本人 WRC 入賞最上位となる総合5位でフィニッシュした。その後、 1988年にスバルのモータースポーツ部門 STI が設立され、1990年からレガシー RS による WRC 本格参戦がスタートした。ラリーカーの開発、チーム運営はアリバタネント組子ドライバーとして世界タイトルを得た経験もあるデビッド・リチャーズ率いるプロドライブが担当しているが、サファリへの参戦は従来通り日本の SMSG。 スバルモーター、スポーツグループから行われていた96年からは、プロドライブも参戦。レガシーによる参戦初年は、アフリカ人ドライバーのパトリック・ジルが、ドーラリー初となる GRN での完走を果たし、スバルとしては、その後7年にわたりクラス制覇をなす。1993年にはレガシーではなく、グループ ACO のビビオ 4WD を走らせた。チームは、 コリン・マクレイには、とにかく他チームの前を走れ、しばしば各社ワークスの助っ人として、サファーにおった地元ドライバー、パトリック・ジルには、何が何でも完走しろとオーダーを出した。マクレイは車を壊して、リタイアとなった者の目を見張るスピードを見せ、ジルは見事完走し、総合12位、グループ A クラス5優勝を遂げた。大発の WRC 挑戦は、 サファリラリーにシャレードを投入することをメインにしていた。1984年から地元税を中心にドライバーを起用して参戦、多くのクラス優勝を獲得した。特に1993年のサファリではグループ A クラス7の 993cc3、気筒ディーゼルターボエンジンを搭載したシャレード GTXX が排気量で1リッター以上上回る最高クラスの マシンを相手に奮闘し、スバル三菱勢を破り、セリカの1から4位に次ぐ総合5から6から7位という、記録を残した。サファリで活躍する、地元勢として、ジョギンダシン、シェカー・メッタらがおり、世界の競合メーカーへ対抗するもまだ熟成の、進んでいないスポット参戦の日本メーカー勢は、起用し続け、地の利を活かすようになる。また、メッタは5回優勝という、 金字塔を打ち立てている。1965年、ジョギン・ラ・シンが、ボルボ PV544 を借り初優勝するが、この時にシンが買っていた、PV544 は前年、ボルボワークスが買って大破させたマシンをケニアに残して行ったものであり、シンによって修復されたマシンを買っての優勝であった。その他、70年代より、 ランチアや,やポルシェ等のワークスで活躍していたスペシャリストが1990年代初め頃まで存在しており中でも、ビョルン・ワルデガルドは1974、77、84、86、90年に優勝。そこから2002年の WRC 戦内では続いて、コリン・マクレイ、ユハ・カンクネンが参照している。チームのサポート体制は70年代を見てみると、 ランチアチームのサポートカーに現地民から投石され、ウィンドウを割られることもしばしばあり、ランチアストラトスで長丁場であるサハリを攻略することから、他チームより、ステージ内サービス、ヘリコプターセスナの数をチームの独断で増やすことから、他チームより、クレームがつくほどであった。1973年以降、WRC イベントとして開催。百九十五年は、 FIA 2L ーワールドカップのみ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。